ございます。お茶のしげです、今日はですね、僕は山口県の、青い海の島で大三島やったと思うんですけど、来ております。で、実際も今ね、9時前なんですけど、到着したのはね、昨日の晩に到着して、朝一からね、出ようと思えば出れたんですけど、何分やっぱり初めてのポイントなので、ローカルにね、迷惑がかかったらいけないということで、テイクオフの場所を、入念に、探してで、今の時間、テイクオフという形になっております。じゃあ行ってきます。ですね、前回、大三島に来た時に、ペンペンシイラ、小型のシイラですねが、かなり、群れてまして、それでその時持ってた僕のタックルではそのペンペンシイラしかかけることができなかったんですけど、実を言うとね、そのペンペンシイラを食べるために、1メーター50ぐらいのヒラマサがその辺でね、チラチラ、シイラを追っかけてるのを、見てたんですね。それで、まあ、その時にね、タックルを取りに戻ればよかったんですけども、調光時間の関係だったり、まあ、その他諸々の事情があって、その時はね、ちょっとタックルを変えることができずに、そのままかかればいいなと思ってやってたんですけど、ダメでした。で今回ね、それから、ちょうど1週間経ったんですけど、1週間経ってね、まだそのペンペンシイラ そのシイラパターンが通用するかどうかっていうのが、非常に微妙なんですが、今回はね、大型のタックル、大型のシステムで、そのね、シイラを食べてるヒラマサをかけたいなと思います。じゃあ行ってきます。
当たったのに。どうもお疲れ様でした。先週ね、ペンペンシーラが釣れたっていうことで、シーラパターンあるんじゃないかと思ってね、来てみたんですけれども、確かにね、大型のヒラマサはいました。でもね、かけきれませんでした。もうすごく残念です。で、実際ね、シーラパターンっていうのがやっぱりその動きの速いシーラを、さらに追っかけるヒラマサを、釣るっていう、パターンになりますので、カヤックでね、それをね達成するのは、まあかなり難易度は高いんですけど、平戸とかに行くとね、こういうシーラパターンとか、あと、サンマパターンとか、まあいろいろ動きの速い、魚を追っかける、ヒラマサを釣るっていうね、パターンがね、いくつか存在するので、今回はダメでしたけどね、これにめげず、もっともっと頑張っていこうと思います。ね、せっかく長く動画見ていただいたのに、不甲斐ない結果で本当にすいませんでした。次回はね、スカッとする、釣果をね、上げれたらいいなと、思いますんで、今後もまた、ご覧いただければ、嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。バイバイ。